ベットリンゲンは、ドイツ連邦共和国ノルトラインウェストファーレン州、ミュンスター行政管区のシュタインフルト郡に属す、町村である。ミュンスターの北西 34km、エンスヘデの東 30km に位置し、ニーダーザク選手との宗教に直接面している。オランダとの国境から約 25km ほどの距離しかない。シュタインフルターアカー沿いのこの町には、 約8200人が住んでいる。ベットリンゲンから、シュタインフルト軍最大の都市来年までの距離は1 2トルである。シュタインフルト軍のベットリンゲンは、ノルトベストファーレン州の北西端に位置し、ニーダーザク選州と境を接している。この町の最高地点は、ローテンベルゲ地区にある。ビルク地区をシュタインフルター側がヘヒテ側に注ぎ込む。この町には、 以下のバウアーシャフトが含まれる、この町に関する最初の記録である838年6月7日の文書は皇帝ルートビヒ経験王からヘルフォルト女子修道院へのウォーター・イングスの教会の寄進に関するものである。これにより、この集落はミュンスターラントで最も古い集落の一つとされている。この教会はカール大帝によって早くも800年頃に創設されたもので、 あとに、周辺の教会に対する教区の原型となった。古いロマネスク様式の教会堂は1522年に増築された。80年戦争でスペイン軍が侵入し、1590年にベット人間は何度も略奪を受けた。30年戦争でも1622年11月に略奪と焼き討ちの犠牲となった。1731年に、 ミュンスターから暫定的な終点クレメンスハーフェンまでが完成していたミュンスター運河が1771年にマックスハーフェンまで延長され当時の主教領主にちなんでマックスクレメンス運河がと名付けられた当初計画されていたシュタインフルターアー川とフェヒテ川を経由してズボレまでの区間は建設されなかったがベットリンゲン町内のマックスハーフェンで活発な貨物の 住み替えが行われるようになり、地元の運送業者もその分け前に預かった。1773年から1812年までのグローナウ経由ズボレまでの郵便経路も、運河を含め、マックスハーフェンを経由を経由していた。この運河は1840年に廃止された。1861年に古いロマネスク教会が取り壊され、1862年、 1863年にエミール・フォン・マンガーによってネオゴシック様式の教会が完成した。この聖ペトロニラ教区教会は現存している。1862年6月10日、ブルクハルト・フォン・ショルレマー・アルスと男爵と36人の農民がベットリンゲンで農民協会を結成し、急速に拡大していった。ベットリンゲン、町役場前の迷子医師が、 その創設を記念している。1871年11月30日に、この組織からベスト・ファーレン農民協会が結成され、これが現在のベスト・ファーレン・リッペ農業連合会のもととなった。第二次世界大戦はベッドリンゲンにも深い傷跡を残した。1945年3月31日に連合国軍の戦車がこの町に侵攻した。 この年の終わりに、主にシレジアからの避難民1200人を、ベット人間は受け入れた。現在は、英、え、英、ー、よ、追悼碑が戦争の脅威を伝えている。この追悼碑は1957年に建立され、第一次世界大戦及び第二次世界大戦での死者を追悼している。1929年の先代の追悼碑は、交通上の理由で1950年代初めに撤去された。 1998年にホロコーストの犠牲者を追悼する記念碑が建立された。さらに2010年11月にブロンズ製のプレートが追加された。このプレートは追悼碑建立以降の記念大賞の変遷と物語っている。ベットリンゲンの町議会は22議席で構成されている。この町の町長はベルトルトビュルトゲルツである。 彼は2015年9月の町長選挙で95.8%の票を獲得して町長に選出された。これにより1999年から町長を務めたエンゲルデル・トラウエンは町長職を失った。図柄、赤い帯で銀字と金字に上下に分割。上部には赤い雲状の横帯、下部には赤い白鳥が描かれている。 赤い雲状の帯は、ランゲンホルストに本拠を置いた、ベットリンゲン家を象徴している。かつて、ランゲンホルストの他に、ボルクホルスト、ブルクシュタインフルト、メテレン、ベルベルゲンもベットリンゲン教区に属していた。中央の赤い帯は、ヘルフォルト修道院の紋章から、白鳥はツーベントハイムーンとシュタインフルト公家の紋章から取られた。聖ペトロニラ教会この町の北7 5に、 近郊保養地ハドドルファ全員がある。町の北西 3.5km に、周囲は平らかであるにもかかわらず 95m の高さを持つローテンベルクがある。ハウスローテンベルゲハドドルファー、全員ベットリンゲムは、多くの自転車道が整備されたラートレギオン、ミュンスターラントに位置している。すなわち、フェヒテタルルート、ラートバーンミュンスターラント、アーイコールフェヒテイコールツアー。 旧鉄道ライネオホトルプユビロ指ムスベイク、百条ルートなどである。ハドドルフ地区のハドドルファー全沿いには、水浴地、ミニゴルフ場、足漕ぎ、ボート、ヨットクラブ、ウォータースポーツ、釣り、近代的なキャンプ場ハドドルファー全ーがある。ハイマートハウスアーラースは、地区500年のベットリンゲン町内で最も古い建物で、現在は、ベットリンゲン交通協会が、 交流施設及びツーリストインフォメーションとして利用している。射撃クラブ以外のスポーツクラブも大きな人気を有している。中でもフォアベルツベットリンゲンは様々な競技種目の部門があり、二つの体育館、一つ体操競技場、スタジアム、屋内プール、多くのテニスコートやサッカーグラウンドを利用して活動している。特にハンドボールチームは 高いレベルで成功を収めている。射撃祭の伝統は、ベッド人間に色濃く残っている。このためほとんどすべての地区ごとに射撃クラブが存在する。ベストファーレンの多くの集落では、しばしば、既婚者と未婚者が一つのクラブに統合されている。これは1835年のプロイセン政府の決定にまで遡る。政府は、当時バラバラに存在していた。 射撃兄弟団をより強固に組織化することを求めた。独身者射撃団と年長者の射撃団との統合が奨励された。しかしベットリンゲンの独身者射撃団はこの要求に抵抗し、その代わりに自ら規則を定めた。こうして、ベットリンゲンには、ユングゲゼレン出前フェライン本1651とメナー出前グリーデ本1650が存在している。 ベットリンゲン商工業地区この町の経済の中心は製造業、金属、合成樹脂加工業、エネルギー分野における革新的産業である。ベットリンゲンには約700社の登録企業があり、約2100人が雇用されている。商工業地区は光通信網で包括的な開発がなされており、継続的な成長過程にある。ベットリンゲン周辺道路地図道路ベットリンゲンは、 連邦道 B70 号線経由で、アウトバーン A30 号線へ、B54 号線経由で、A31 号線及び、A1 号線に接続する。自転車道ベッドリンゲンは、広域自転車道、フェヒテタールルート、ラートバーンミュンスターラント、旧オホトルプライネ鉄道路線、100条、ルート北コース、アーイコールフェヒテルートに面している。バスバス交通は、 バス会社ミュンスターラント地方交通によって運営されている。以下の路線がある、鉄道1 2トル離れたライネ駅と6トル離れたブルクシュタインフルト駅でドイツ鉄道の鉄道網に接続している。船舶もよりの内陸港はライネのドルトムントエムス運河にある。この港へは b 7 5線と A30 線を使って25分で到達できる。 航空ミュンスター・オスナブリュック空港へは約 34km の距離がある。この町には約110軒が農業を経営している。彼らは主に牧畜を行っている。大部分が大麦とトウモロコシを栽培している。農業用地の面積は約4080ヘクタールで、県業農家の比率は約45%である。 2007年11月15日からベッドリンゲンでは、いくつかの店舗で支払いができる地域通貨ヘルツターラーが設けられた。ヘルツターラーは、ユーロとの交換比率が1対1で、手形に変わるものであることを目的としている。また、ヘルツターラーは、ベッドリンゲン内でのみ有効であるため、人々は、ベッドリンゲンでより多く、買い物をするようになる。ベッドリンゲンは、 2013年に町の中心部や商工業地区に広範な光通信網を設けたシュタインフルト群で最初の町である。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。